こんにちは、ドクター熱血です。さあラストですね。イベントのラスト行ってみたいと思います。10から12、10はベリーハード。ヒサギの指示によりその場から逃げ出す1回生たち。レンジ、いずれも同様にその場を離れようとするが、ひなもりだけが逃げることへ疑問を抱き。ああ強いですね、ひなもりくんね。1年生ごときが何ができるかって話だけどね。このテッサイさんは、通常攻撃 60% アップの状態です。なので通常を対応しております。なんかさ、テッサイの強攻撃、あれ強攻撃2の後に通常が出が早くなったと思う。速さ属性だった。何でも出る系か。あ、なんか今回のイベントなんか俺あんまり頑張れてないんだよね。まだ30万とかだからちゃんと終われるかどうか不安なんだけど。いきますぞ。あれかな、正直またモチベが下がってる感じかな。なんか共闘のイベント来るって言ってこないしさ。あ、そういえばあれでしたね、クラブの生放送で言ってたのが、枠を拡張するって言ってましたね。キャラの所持数、レベルマックスだけどもしゃあない。あー、間違えた、再挑戦をした。ついつい癖で。11話、ヒュージホロートの戦闘で傷を負ってしまったヒサギの元に駆けつけ、加勢するレンジ、イズル、ひなもり3人の力を合わせた軌道でその場を切り抜けるが、なんでまたモチベが落ちてんだろうな。もうやることねえからかな。別にないことないんだけど。
原作皆さん覚えてるか分かんないけど、これはまあアイゼンが作った試作段階の頃ですよね。改造コンパクならぬ改造フォロー。だね。それの進化系がワンダーワイス。最近もうずっとオートで勝手にやってたから、なんか遠距離系のを手動で動かすの久しぶりだな。いやー、行きますぞ行きますぞ。じゃない、うん、あとポイントがさ、変動するじゃないですか、まあ、次の12話のとこで話もしますけど、あの変動がどういう変動なのかは結局分かってないんだよ。結構11話でも結構もらえるな。また閉所してる。電磁だけ自爆すっから。さあラスト。ちょっと本当気合い入れないと終わんないな。70万じゃあ100万が、ヒュージフォローの圧倒的強さに助けが来ない、助けが来るまで逃げることしかできないでいるレンジたち、危機的状況に陥っているところに援軍が到着し、撤退撤退、しまったいかん、この鉄砕じゃあかん。いや、ボスが心属性だから地属性でいいやと思ったらあかん。うまくガードブレイクしてくれたらいいな。今俺原作にも見てないから何とも言えないんだけど、どいつらだっけ、こいつらだっけ、この これだっけまたちょっと今時間がないから家帰ってきてから見直そう。
もうこの2ステージ1ステージ、今何ステージだ、今のが1ステージだったで690とか、もう固定なんですよね、もらえるポイントが。右側から狙って、どうせ左はすぐ倒れっから。あ、そうか、ここ3分割れませんっていう人がいた気がした。まあ全然テスト際でこうやってもう何にも考えずにこういちょいちょいちょいって押したけど、でこの第3ステージまで終わるところでポイントは絶対に1500なんですよ、もう固定で。ボスでザコ倒して1620なのかな、で最後を倒すとなんか急に跳ね上がるんだよね。そうか、じゃあアイゼン選択すればよかった、こうやって出てくるなら。お、やった、ガードブレイクしてくれた、これは助かる。お前らまとめて副隊長止まりだけどな。あ、なんか一番早かった。はい、以上で死神の学校全12話終えました。そしてこの12話が2300、だいたいこれぐらいかな。はい、それで周回して石を集めつつ、ひなもりくん集めつつ100万を目指したいと思います。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。